パチンコ用語の一覧は、パチンコで使用されている単語や業界用語を五十音順でまとめたもの。貸し玉の金額と玉を交換して得られる金額が同じであること。ただし、警察からの指導により、大阪府では2011年頃から10日交換する店舗がなくなったほか、東京都でも2015年11月2日以降は10日交換を取りやめるようになったなど、 等価交換できる店舗の数は急速に減らしている。景品の交換にあたって玉の総量の価値と等しい景品を提供すること。風的法施行規則に定めがあり、これに反した行為は違反行為となる。武道入賞校等の出玉を得る手段の総称。法律用語としての使用が多く、一般にはあまり用いられない。羽物などで、 パチンコ玉の動きを左右するための仕掛けのこと。それが転じて、パチンコ台における仕掛け全般という意味になり、さらに派生して、台の演出で動いたり光ったりする道具及び、機械の仕掛けのことを言う。1、との混同を防ぐためこちらに、役物の表記を当てることが多い。画面にせり出て動く仕掛け部分。二馬車、パチンコ攻略マガジン2014年4、27号。 二馬車、2014年、36から37ページ。JN4 兆9102億6514万440。東京のパチンコも11月から10日換金できなくなると大騒ぎ。当たりの確率はどうなる ?J、キャストニュース。2016年1月3日閲覧。ありがとうございます。